早いと思うよきっと。うん、そうそうそう。いや早いと思う、飛ばせばね。うん、飛ばす、うん。あ、こんばんは、初ふわっちようこそ、いらっしゃい。TikTok かな、いらっしゃい、ようこそ。地獄へようこそ。ねえ、うん、ようこそいらっしゃいました。ねえ、ようこそいらっしゃいませ。ねえ、ここに合うかどうかわかりませんけど、ようこそ。そうそうそう、いらっしゃいませ。今ねちょっと往診に向かってね、往診にね、うん、往診、うん、そう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 、うん、ね、まあそうね、 TikTok ね見てる人はねちょっと全くね違う世界だからね、うん、みんな驚かれますけど、うん、ちょっとそう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 、うん、ね、いや向こうみたいにねやっぱね、あのキラキラしていないのよね、こっちは。うん、ちょっと。ここはね、ライアーゲームよ。ライアーゲーム。ね。みんなで、騙し合って、騙されたり、ね、騙し合ったりしてね。みんなで、そうやって、やっていくの。そう。わかる？喧嘩したりとかしてね。そうよ。ね。ライアーゲーム。そうそうそう。死んでね、うん、そう、人間不信になってくる、どんどんね、そうね、足の引っ張りやね、これ遠いわね、大丈夫かしら、とりあえずね、待って、はあ、うん、失礼、ちょっとね、失礼ね、びっくりした、ほんとね、ね、くしゃみがね、ごめんなさい、くしゃみがね、彼氏に会いに行く距離ねってのどういうこと、彼氏ね、うん、彼氏って、こんばんは、運営さんすいません、今赤なんで、今私の顔今映しています、こんにちは、こんばんはね、うん、こんにちは、今からね向かう方の皆さんのカルテをちょっとお見せしようと思うんだけどね、実は実は彼女なんですけどね、子供が2人いますね、2人、そうそうね、2人います、あ、フォローお願いしますね、2人います、うん、ね、で今彼氏さんとね一緒に同居してますね、同居してもう長いのかな、結婚してね、うん、ね、長いと思います、結婚して付き合ってね5年ぐらいかな、うん、長いのかな、付き合ってね、そう、お付き合いして5年ぐらいかな、でももうそろそろ多分結婚かなっていう風なね時に結婚もうすぐそろそろ結婚してもいいわねっていう風な話になってる時に、彼氏さんのねお父さんがダメだとね、結婚ダメと、そうそうそうね、言われてね、うん、なぜみたいな、うん、まあ、理由はね、まあまあその相談者様がねちょっとこう鬱でね精神疾患を持ってるとね、いうところでね、やっぱりちょっとそこら辺でちょっとこうネックになって、やっぱちょっと反対ねされてるんじゃないかと、ね、いうことで、そう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 、ね、でまあどうしましょうと、ね、どうしましょうと、古いお家、何古いお家って、お家がってこと、古いお家ね、あ
でもなんか私の住んでるところはね、あの皆さん未だに夏の青年団とかあるよ。普通に青年団とか、田舎の方行ったらね、みんな普通に青年団とかあるし、あの長男は必ず実家をね継がないといけないとかっていう風な、この古いしきたりみたいなものがあるのよ、うん、田舎の方行ったらまだまだね。そうそう、いや今時そういう風な考え方ちょっとあるのよ。そうさ、あるのよね。でまあ彼氏さんもね、最初はいや親のね、親のその反対を押し切ってやっぱり結婚するっていう風な話にはまあなってはいたんだけどね。うんね、でもなんかそこでなんか押し切ってね、一緒になっちゃっていいのかしらって、うんね、そう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 ね、やっぱりね、皆さん話し合ってね、理解してもらって祝福してもらって結婚した方がいいんじゃないのっていう風にはね、ちょっと私もね言っちゃったんだけどね、うん、親は関係ないって、どうなんだろうね。まあ親のそういうのはやっぱちょっと無視して婚約するべき、やっぱりそういうのって、ね、二人の問題だから、そんなの別にいいわよみたいな、そうね。でもさ、どうなんだろうね。女の子より男の子の方が親の何意見を聞きがちと、あ確かにそうだよね、うん、親は関係ないんだよとかって言いながら何、あーなるほどね、振り切っても別れに向かう確率が上がると男の方は気にするってことね。あーなるほどね、はい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 、そう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 、そういうこうやっぱり疾患がね、やっぱりその婚約する相手の彼女さんとかにそういう風な疾患があるとかで、そういう風なあれでやっぱ反対してるのかしらね、やっぱり。そう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 ね、結構ね OD したりとかねするんですって、 OD とかね、やっぱりそういうのをやっぱ聞いちゃうと、やっぱちょっとやっぱりね、っていう風にやっぱ思っちゃうのかね。そう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 。いや二人の問題ではあるんだけど、そうね。だろうがね。
やっぱ結婚してるってなるとやっぱもうあれだよね、もうまあなんていうの、皆さんね、わかるでしょ、まあ自分の一部になるよね、やっぱね。繋がってられるっていう風なものがあるんじゃない。やっぱほら内縁だとさ、やっぱどっかにね行っちゃうかもっていう風な不安がやっぱりあるんじゃないの。やっぱりそうそう、ん、叩かれてる。え、そんなことないよね。まあいろんな意見があるなっていう風な感じでね。そんな、そう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 、ね、誰もなんか叩いてないよ、だって。ね、そう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 、叩いてるっていうか、まああの意見みたいな。そう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 、叩くってもうほぼなんつうの、ね、ほぼもう誹謗中傷みたいなやつでしょ。なんかそんな誹謗中傷みたいなやつないけどね、見た感じ。そんないろんな考え方があるのかなみたいな感じね。そう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 、そうよね、そう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 。まあでもそうね、うちの家はね内縁なんだけどね、うちの家族は、うちの母はね、そう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 、ね、なんかあの結婚するとなんか名字が変わるから嫌な、あの嫌みたいね、なんか、そうそうそう、結婚したらね、ちょっと、そうなのよ、名字を変えたくないからやっぱ結婚したくないみたいね、なんか向こうの姓を名乗るのも嫌みたい。あとお墓もなんかね、向こうのお墓に入るのもって感じみたいね、なんかそういうこと考えてんのみたいな。ね、やっぱなんか私と一緒にお墓に入りたいみたいな、なんか息子とねお墓に入りたいみたいな。ね、そう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 、この結婚したら向こうになっちゃう。でもさ、向こうの早く入籍しろって言ってるのよ。私はね、皆さん早く入籍した方がいいよとは言ってんのよ、ね、で向こうのね娘さんも早く入籍しなって言うんだよ。で、もうあの直子さんはうちの母ね苦労してるんだからみたいな、いつもありがとうございますって言ってね、うちのお父さんねお世話になってますって言うんだよね。ほんと直子さんのおかげでみたいな、私のおばあちゃんもね、のりさんもこうやってね過ごせてるのはみたいな、直子さんのおかげだからみたいな言うんだよ、向こうの娘さんがね。そうよ、だから直子さんには少しでもお金をもらってってほしいって言うんだって。おいよ、ほんと死んだら遺族年金とかもらえるでしょ。そういうね、遺産も直子さんにもらってほしいみたいな、なんかすごいこと言うのよ、本当。そう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 、ね、そうなのよ。でもね、なんかもう最初の頃なんかすごかったよ、思春期の時ね、本当皆さんすごかったんだから、思春期の時ね、もうほんとあんたのせいでねうちの家計ボラボラよとかっていう風にさ、うちの母に対してすごかったんだから、もう反抗でね、ほんと思春期の時よ。そう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 ね、もうそれが変わっちゃったみたいな。そうよ、そう思春期みたいなやつ。今はでもなんかわかるみたいね、ちょっと早く一緒になった方がいいわよみたいな。言うのよ、そうやってね、
ないでしょうっていう、ちょっとその考え方がなんかちょっとさ、どうなんだろうなって感じ。だって日本以外だったらもうフランスとか向こうのね、北欧の方とかって皆さんもうあれだよね、夫婦別姓っていうか夫婦の内縁関係って多いよね。確かもう結婚せずに内縁の関係なんていっぱいいるよ。だってそう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 ね、そうね、向こうそれが普通なんだよ、そんなの。
どっちが欲しがってくれてよかった。あ、どっちも。あーね、普通はなんか押し付け合いとかで言ってもね、知らないとか、ね、そうそうそう、お前が面倒見ろみたいなさ、あれ、いやーね、ほんと、そうそう、結局ね、お互いね、なすりつき合ったりとかして、いやー、ちゃんとだからな、設定したってば、設定した住所、教えてもらったやつに、ね、ねえ、私はなんか両方ね、引き取りたいって言われたから、ショック？カズマ？そうかな、やっぱ母でしょ、母だよね、結局、いや、お金じゃないのよね、ね、いくらお金があってもね、皆さん、そう愛には勝てないわね、やっぱり、やっぱ私もね、一緒に苦労を共にするっていうのはもう分かってるけどね、皆さん、でもやっぱ母の方がいいわ、そうでしょ、そうよね、父はね優しいんだけど、皆さん、うちの父もね、かわいそうなのよ、うちの父もね、皆さん、愛情なんかそういう風に受けずにね、育っちゃってって感じ、ほんと、ね、だから子供にどういう風に接すればいいか分かんないんだよね、ね、そういう父親だった、私の父はね、そう、ね、腫れ物を触るかのように、なんかあの私となんかそういう風な感じだったのよ、ずっと、そうなんかわかる、いや父は再婚じゃないね、本当の奥さんいるからね、向こうにね、すごいよ、まあでも優しかったけどね、今思ったらね、皆さんそれなりにね、そうあれどうしたらいいの、これじゃあ、日本は何、共同親権になるのかしら、共同親権、離婚してもってこと、それでいいんじゃないのかしらね、ね、なんでどっちかで親権なんだろうって感じよね、だってね、どうなんだろうねそれね、これ何、皆さん、いや決めるんだよ、でも大体母親なんだよね、結局裁判でもね、結局、いや親権争っても大体母親なんだよね、皆さん、結局子供の意見もあるけど、大体裁判で大体お母さんだよね、親権取っちゃうの大体、母がいいっていう風になるのよ、なんかね、そうよね、お父さんがあんま親権持つってもよほどじゃない、そうね、あでも大体子供の意見左右されるね、子供がどっち行きたいかっていう、お父さんの方行きたいって言えばお父さんの方行けるよね、大体、大体子供の意見も大体そこ一番大きいんだよね、でも大体お母さんだよ、ね、そうよ、これ何、このハスタで降りればいいの、私でもなんかこれまっすぐって言ってるよ、まっすぐ、ずっとこれまっすぐよ、本当これ、ちーちゃんいるの、これ私はどうしたらいいの、これまっすぐ行けばいい、これ捨てる親もいるね、ほんと、
阿蘇田からの方が近いの。じゃあ降りるね、ここで。じゃあこれまっすぐ遠回りなんだ。あ、そう。ほんと？ほんと？うちは何？母が鬱だったかな？父が引き取ったの。あ、そう。まあね、皆さん。ね？ね。いろんな家庭があるわね。今なんか光った光ってない、大丈夫よね、本当。あ、大丈夫ね、光ってない、光ってない、ね、光ってない、大丈夫よ、皆さん大丈夫、大丈夫。そうよ、光ってない、大丈夫ね、本当。 OK、OK。 いや、うちの母はね、ずっと皆さん朝も仕事して、夜もね仕事したからさ、うちいなかったのよ、まったく。そうそうそう、だもん、大体お金が置いてあったりするんだよね。そうそう、中学校の時とかね、高校とか大体。そうよ、だから私も学校なんか行かずにね、なんかもう仕事しようかなと思ってね、皆さん。私もなんかね、辞めちゃったのよ、高校ね。私寂しかった。なんかね、当時はね寂しかったのよね、皆さん。でもこれね、大きくなったら分かるのよね、子供ってね、分かるのよ、大きくなったら。母も大変だったんだなって分かるよね、自分が。だからそういうね立場なのよ、次は。大きくなったら分かるよね、だって。あ、母も大変だったんだなって。そう、ほんとね、生活支えるためにね、朝も働いて夜も働いてみたいな、ご飯も作らずにね、お金だけ置いてさっていう風に思ったけど、作る時間もなくね、ほんと皆さんね、寝る間も惜しんで働いてるかな。もう分かるのよ、そういうのって。そうそう、母が一番大変だったんだわみたいな。そうよね、な、親にすごい感謝してるよ、私も。よかったなって。そうよ、できないもんだって、自分がそれするってね。ほんと、いや、できないよそんなの。どこ向かってんですか、リスナーさんのお家。よしえさんみたい。あ、よしえさん、よしえさんね、よしえさんも優しいよね、なんでそんな話になったの一体。そう、優しいわね、よしえさんもね、本当。そう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 、もう着きますよ、皆さん到着しますよ、本当。到着。本当？ここね。ね。ここら辺でいいのかしら。そう、よしえさん続いてるからね、子育て。本当よ。いまだに続いてるよね。子育てね、継続中だよね、今ね、また。そうよ、ほんと、よしえさんね、子供のためにまた頑張ってるもんだって。仕事してるじゃん、子供のためにね、ずっとね、お金稼いでるじゃん、ほんと。あ、こんばんは。そう、大きい赤ちゃんで、また大きい子供がいるじゃん、また一人ね。そうよ、でもあれでも可愛いんだよね、絶対ね、よしえさんからすれば。出ました、ここ。ここだね、ここ。ほんと合ってる、ほんとここで。じゃあ降りてって、降りてくださいって言われたんだよな。
合ってる？あ、ほんとだ、ほんとだ、近い。言った通り、皆さん短縮した距離が今ナビでね、そうそうそう、残りね5キロだって皆さん、5キロ、さっき15だったのよ、15キロ。あらやだ、10キロも短縮になっちゃったよ皆さん、これ。あら、近い、うん、そう、近道だね、近道。教えてくれたわ、本当。ね、やっぱ地元なのよね。地元。そう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 。ね。さあ到着です。もう少ししたらラジオにするね。ラジオ。そう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 。ね。近所？誰が？あなたの近所なの？ここら辺住んでんの？ねえ、なんかいる？何もいらないかしら。ねえ、なんかお茶か何かでも、なんかいらない？なんか買ってったんよ、なんかね。どう思う、みんな？ねえ、せっかく行くし、お宅にねお上がりするんだったら、ちょっとねえ、いる？ねえ、そう、ドリンクかなんかでもあった方がいいんじゃないの？ちょっとね、乾杯して。え、そうよでしょ、大丈夫？いるでしょ、なんか遠慮しなくていいのよ。いらない？あ、そう、じゃあ行くね、お家。なんか早かったわね。40キロと思ったんだけどな。ねえ、と思ったけど、ほんと意外に結構早かったわ。ほんと、そうそう、喋ってるから早かったわね。と思ったのよ、まだ。もうそんな距離あんのみたいな。そうそうね。夜だから空いてたね、道ね。結構。空いてた道がめちゃくちゃ、こんな飛ばしてない道も。初めてこう来るの、真っ暗ね、ここ見て。ね、真っ暗だわ道が。あ、でもなんか私なんか買おうかな、ジュースかなんか私。ね、なんか買っちゃおうかな。そう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 。ねえ、なんか喉がなんか鼻がムズムズするわ。ねえ、鼻がムズムズする。そう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 。花粉ってもうまだ花粉じゃないでしょ、だって今度50キロでも何来てくれますかと。まあ内容によるね、ないように。そう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 、ね、花粉って飛んでんのも今。嘘だ、花粉今もう飛んでんの花粉。あ、花粉がもう始まってるんだ。あ、だから何こんな鼻ムズムズするのかしら。いやーね、ほんと花粉一回なったらずっとなるもんね、だってね、花粉症のやつね、だってね。そうよそうよ、風強いしね、今日洗濯干したのに全部飛んでったわ皆さん。もうほんと外に今日洗濯物干したのよ、風が強いからね、乾くの早いかなと思って。そしたら全部取れちゃって、ハンガーから。わかる皆さんね、下の方に全部落ちたわよ皆さん。もうほんと、しかもなんかあのほら、なんちゅうのあるじゃん、雨水が溜まってね、なんかほら溝みたいなところにべちゃって。そこに落ちるかな皆さんね、ほんと。
また拾ってね、ほんと拾ってみたい。そうよ、汚いもん、ほんと。そうそう。取れないハンガーって何よ。あれでしょ、だいたい皆さん、あのほらハサミかなんかじゃなくて、何なの、あれなんていうの、あれハサミじゃないわ、あのパッチンパッチンよ、パッチンパッチン、洗濯バサミよ。もうやだ、ちょっと単語が出てこないのね。単語出てこない年頃よ。ねえ、単語出ないのよ。そう、洗濯バサミよ。そうそうそう、出てこないのね、単語がパッと。ほんと私ね、ダメよ、ほんと。そうそうそう、出てこないんだよね、ピャッと。そう、廊下これ、廊下ね、ちょ、これ、これ、これにあるでしょ、ラジオにしよう、ラジオ、ラジオね、皆さん、運営さんすいません、赤なんで今ラジオにしました。運転しながら触っていません、すいません。そう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 、たまにダメなのよ最近。あ、お茶をもう買ってくれたら、あ、どうもすいません。 DVD も発売してます、ぜひ買ってね。1枚4000円よね、2つの作品が1枚の DVD になって発売よ。絶賛発売中よ。あ、あの予約中よ、うん、ね、今予約してくれた方にはサインします。100枚です、限定。どこで買うの、まあ私のあの X のなんか DM とかね、あとまあ LINE とか、うん、ね、LINE でひどんなっていう風にね打ってもらって、残りね、あと70枚ぐらいかな、いっぱい待っています、ぜひ買ってね、うん、いや結構売れると思ったんだけど、 DVD ね、みんな欲しい欲しいってね言ってたけどさ、蓋開けてみたらなんかそんな言って売れ行き悪いんだよね。まあ、いらないのかね、ちょっとね、うん、いや結構ねビャーって来ると思ったんだよね、そういうの、うん、あ、こんばんは、ビャーってね、そうそう、売れると思ったな、ねえ、そんな言うてね、売れませんでした、うん、そう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 、うん、こんばんはどこに行ってるんですかって、何が、私今内緒、うん、リスナーさんのお家、あ、お財布事情あるこれ。まだ月末とかまた出てくるのかな、そうやって欲しいって。あー、なるほどね、はいはいはい、じゃあ月末かな、じゃん、うん、また申し込みがまた増えてくるの、うん、ねえ、そうなのよ、売り上げね、これ皆さん次の映画のね予算にも当てたいんだよね、ほんと。いる、だからいるっつうの、買う人。あ、 YouTube のリスナーさんどうかしらね、ほんと。そんな買わないんじゃない、ほんと。ねえ、うん。やっぱり、うん。やっぱ難しいのよね、皆さん。難しい。物を売るって難しいのよ、皆さん。こういう物を売るって。形のあるものって難しいのよ、皆さん。わかる？うん。ねえ。そう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 。うん、あ、こんばんは。難しいのよやっぱり。 DVD プレイヤー自体って別にいらないじゃん、 DVD プレイヤーなんか。今もうパソコンのディスクあるじゃないね、え、ディスクトップでもね、ノートパソコンでもあるじゃん、だって、え、それでだってね、え、見ればいいじゃん、だって。あ、ありがとう、予約嬉しいわ、ありがとう、 LINE ちょうだいね、X でも可能よ。ありがとう。そう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 。うん。音フェス行くんで貯金がすっからかんなの ?4000 円?主婦なの?主婦。うん。そうそうそう。貯金なくなるってどんだけよ、ほんと。え?うん。
何、4000円使って貯金がもうないのじゃん。そうそうそう、それは嘘でしょ。何オトフェス、何2部、あ、何、あ、来るんだ県外から。ねえ、そうそうそう、誰が出ているんですか、この映画ですか、どういう風な内容ですかっていうこと。あ、そうね、ちょっとまたいつかね、また話をするわ。今もうすぐ到着するからね、皆さんごめんなさいね、本当に。そうそう、もう間もなく到着するのよ。あ、九州から来んの、そりゃ遠いわ。本当に、あら、じゃあ言って、タヌキでタヌキよみたいな、23号よみたいな言って、じゃあ私に九州から行くって言ったでしょみたいな。本当に九州から来んの、マジで、どんだけよ本当。あのね、ここら辺だと思うのよ、ちーちゃんのところ。ただね、わかんないのよね、どこら辺だろう。皆さんちょっと待ってね、多分ね、ここら辺だと思うの。そう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 、どこ、一軒家かな、ちーちゃんのお家ね。わかんないのよ、みんな家が。18日のイベント何それ、なんかあったっけ、イベント18のイベントなんだろう、今週ってこと、来週。じゃあ住所がなんかね、新しいのかな、ないのよね、どこら辺なんだろう。新しいお家じゃない、もしかして。メゾネットタイプ、ちょっと待って、何それ、メゾネットって、あれ一軒家の何、こうつながってるやつ。うん、そうそうそう、そういうやつ。あ、奈々ちゃんみたいなお家もしかして。18日、あー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 、私行く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 、 TRF でしょ、行くわよ18日、楽しみね、ほんと行く行く、そう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 、思い出した、そうよ、行く行く、そう、だから2階建てみたいなやつ、一軒家みたいなやつでしょ確かね、え、あの繋がってる感じでしょ。じゃあ奈々ちゃんのやつもそうだよね、あのメゾネットよね。どれ、これかな、あ、これじゃない、なんかあったよ、メゾネット系のなんかお家発見した今。あ、これだ、発見しました、皆さんお家いる、車が止めれないのよ皆さん、どこ止めようかな、ちょっと待って皆さん、どれ、お家出てこないわね、どこだの、いや、いないのよ、いないの、違うのかな、違うのかしら皆さん、じゃあ違うのかな、なんかね、間違っちゃったかもしれない、違うのかな、どこなんだの。ちょっと待って、ちーちゃんちょっと、私電話できないのよ、電話、電話しても出れないのよ今、私運転してるからね今。あ、いた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 、あ、どうも、あ、いたわ、どこに止めようかね、ここの端っこでいいの？止めても？あら、元気？何なのぼちぼちって。
でしょ。会いました皆さん。今ね、あ、そうよ、知ってるわよ、知ってるわよ。ワンちゃん吠えてる？ワンちゃん結構吠える？あ、最初吠えるだけ？警戒してるのかしら。びっくりするかな、私を見て。大丈夫かしら、ワンちゃん。元気そうじゃないわね。ん？何？どうしたの、ちーちゃん。何？ご立腹なの？今？なんでご立腹なの？こっち来て。ん？あ、今？嘘、怒ってるの？大丈夫？大丈夫。本当に？うん、彼氏さんが？来たら大丈夫。嘘。怒ってるの？大丈夫なの？じゃあなんで婚姻届書いてくれないのって言ったら、それとこれとは別。婚姻の話？ちょっと頭こんな風にしたんだけど。素敵。大丈夫？ちょっと場を和ませようかなと思って、ちょっと今回これにしました。素敵。大丈夫かな。久しぶり。あ、でもさ、あの月末、ね、年末ぶりじゃない？12月以来2ヶ月前にあったよね。でもまだ2ヶ月なのか。でももう2ヶ月なのかな。なんかひーちゃんがうちにいるのが不思議。どう？どう？素敵。素敵？うん、あー、怒ってる。大丈夫よ、ほんと。癒すから、私が任せて。ねえ、癒せるの、私も実は。皆さんね、癒したいよ、癒したい。大丈夫よ。みんながそういう風に言うとそういう風になるでしょ。大丈夫よ。そう、悪い結末をね迎えさせようとするのよ、本当。大丈夫。じゃあ降りますね。すいません、ちょっと緊張やっぱするね。うん、緊張するわ、やっぱ。ちょっとおしっこしたかったんだけどさ。おしっこね、どうしようかな、おしっこ、ね、意外に近かったね、ここね。近いね、お家ね。よかった。こんな遠くないじゃん。ね、どう、彼氏さんとうまくいってんの？お話ししてる？お話ししてないの？うちの部屋の方がもっと汚いわよ。でも家政婦さんやっとったね。でも家政婦さん新人さんなのよ。うん、聞いた、うん、次何しましょう、次何しましょうってね、言ってくるのよ、本当。これしてます。私が教えてあげてるのよ、こうしてああしてって言って。うん、全然まだまだ新人なの。ひーちゃんだと思って。いいの？上がっても、うん、お邪魔します。え、お子様は寝てます。寝てるの、うん、ご主人起きてるの、うん、あら、いいの？主人じゃないけど。でも彼氏さんでしょ。お邪魔します。いいお家だね。2階だね。こういうお家住みたいな。あら、こんにちは、ワンちゃん。こんにちは、こんにちは。これ犬映していいの？こんにちは。こんにちは。どうしたの？こんにちは。いい？お邪魔する。お邪魔するわよ。いい？お邪魔するわよ。いいよって言った今。あ、どうも。こんにちは。こんにちは。あ、どうも。元気？元気ですか？元気ですけど。元気？うん。一生懸命びっくりしちゃう。ん？こんな、ワン、びっ
っくりしてる？全然遊んでるして。あ、本当？あら、このチワワ可愛いわね。男の子なの？うん、みんな男の子。あら、男の子なの、うん、私のことを女だと思ってるかしら。思ってないと思う。思ってないと思う？思ってんじゃない？なんて思ってんのかしら。ねえ、足の匂いなんかクンクンしてるわよ。足フェチなの？お風呂入ってないのかなって。あ、ちょっと臭いかもね。などうしたの？どうしたの？何？どうしたの？どうしたの？あら、かわいいわね。元気ね。やっぱワンちゃんってかわいいわね。ねえ。かわいい。頭。わ、なんかすごいな。私、足に舐められてるわよ。何？舐めるの足。うん、舐めない。今なんか足が舐められてるわ。ほら、見てほら。足舐めてるわよ。吠えない、うん。最初は吠えるのに。あ、ほんと？あらららららら。ら、あら、イケメン。どうしたの？怖いの？ん？何？これは大丈夫。こてつは。誰？こてつちゃんっていうの？うん、あら、こてつちゃんなの？あらららららら。あらららら。あらら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 。あらら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 ら。らこの子ビビってる？ちくわちゃん警戒してるよね、うん、あら、警戒してるわ。どうしたのかしら。ちくわちゃん、ちくわちゃん、どうしたの。足舐めすぎよ。ん、何、どうしたの。ん、もう一人の子は。はる、あ、はるちゃん。あら、はるちゃん。はるは人見知り。あ、人見知りなんだ、はるちゃんは。あら、けど逃げない。逃げないの、うん、あ、逃げないってことは安心してるの、うん、あら、安心してるのね。私と同じ匂いがする。私と同じ匂いがする、どういうこと。あ、何この子、何この子、名前何だっけ。こてつ、こてつちゃんね、うん、何だっけ、ね、ちくわちゃんね、ちくわ、たろちゃん、はる、はるちゃんね、はるちゃん。遊ぼうってこれ言ってるの、この子。この子は何、遊ぼうって言ってるの、うん、あら、何この子、何舐めてん。あらやだ、舐めてんのって、ほら、あらやだ、あらやだ、手を舐める、あやだ、何この子、手舐めるわね。あらららららら、かわいいわね、かわいいわ。ほら、おいで、こっちおいで、てっちゃん。あら、あら、てっちゃんかわいい。てっちゃん、てっちゃん、人間に生まれ変わって、人間に生まれ変わって、てっちゃんね、えどう。まゆちゃんちの犬にも言う、子供になってって言ってる。そう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 。でもなんか楽しそうよ、元気そうよ。ひーちゃんに会えた。じゃあ元気そうよ、あのちーちゃん元気そうよね、みんなね。な、声が、お、なに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 、なに、あなたの、またなに、あなた、なになに、どうしたの、一旦なに、どうしたの、あなた、なによ、なに、どうしたの、一旦みんな、なに、なんか明るいわね、ワンちゃんたちが。なに、なに、どうしたの、どうしたの。あら、あらら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 、何、うん、熱が随分熱いてるね。どうしたのこれ、こんなことしたの。あらら、なに、あらら、あらら、顔が臭いね。私の、違う、こてつの。ほんと、いや、でも全然、でも全然、でも大丈夫よね、え、大丈夫よ、あなたね、中村くりますよ。中村こと臭いわよ、くっさい中村くんね、ほんと。あら、なに、ちわちゃん、どうしたの？あら、お茶飲んで。あ、うん。なんか、なんかちくわちゃんもすごいよ。うん。ちくわも人好きだから。あ、ほんなの？うん。あ、な、どうしたの？どうしたの？なに？どうしたの？オリコンね？オリコンね？あ、なに？どうしたの？オリコンね？オリコンね？ねえ。これ相談できるのかしらね。
こ懇談。あ、何を、何この子たち、みんな舐めすぎ私の手を。じゃあ、二人とも手を、あんたたち。手を舐めすぎよ、二人とも。ちょ、ちょ、あ、これ。ダメよ、手を舐めすぎよ。手を舐めすぎよ。手を舐めすぎよ。ほら。うわぁ、あんたどうしたの、あんた。なんどうしたの、何な、どうしたの、ポテちゃんおいで、どうしたの、何どうしたの、ポテ、こっちおいで、何どうしたの、チェック、どうしたの、何舐めすぎよ、どうしたの、慣れてほしいの、よしなんかびっくりしたね。びっくりしたわ。何の音楽これ。2時間に1回なるの？関係なく？昼夜関係なくなるの？電気消したらなる。あ、なるの？この子たち何なの？すごい、ほらもう大変。どうしたの？一体。すごいよこの子たち、ほら。もう大変だよ。大変。なにこれ、うん、ワーマ王国みたいな。ねえ、ワーマ王国よこれ。ほんと。ひどころさん。ほんとだよ。何ここ。ほんと皆さん。ちょっと私の足を舐めんね、このちくわちゃんね。じゃあ、あなたたちほんと何してるの？そうよ、ほんと。ちょっとこの子すごい舐めんよ、この子。あなたちょっと舐めすぎよ、私の足。なんか手を舐めん、手をね。ナゲットかな、ナゲットかしら。あ、さっき食べてたから、かな、もしかして。ナゲットの味するのかもね。ねえ、すっごいなんか舐めるのよ、私を。すっごい、すごいな、ついてる、ね、なんでこれどうすんのこれ。舐めすぎよ、舐めすぎね、いいお風呂入ってたけど、そうね、そうよね、喜びすぎね、喜びすぎ。ねえ、こんな喜ぶの？こんなに喜ばない。喜ばないの？なんだろう、このいっぱい。動物好きなのがわかるね。私が？動物ってわかるの？すぐに。本当に？やだ。こんな。だからこの春以外は、この2匹は、春の方が面倒見てるから。そうなの？あら。向こうに懐いてる。おしっこだよ。おしっこしてる。ちょっとおしっこしたよ、チワワちゃんが。ここら辺でうれしょんしたよ、おしっこしたわよ、チワワちゃんが。うれしょんしたわよ。お金さんとか行ったの？漏れた？あらね、どうなの、なんか、話を聞きたいわ。この間この子たちは飽きないのかしらね。そのうち静まる。静まる。ほんと？ずっとペラペラしないわよね、ほんと。大丈夫。ウレションするぐらいチワワってすごいの、これって。そんなウレションしたわよ。ウレションしないけど、ウレションしたわよ、ずっと。どうするぞ、この子たちは。一体大丈夫、いつ飽きんのかしら、いつ飽きんのかしら。なにこれ、撫でてって。はい、はい、撫でる。はい、ね、撫でたよ。はい。なんでこのお腹出すの？撫でてほしい。あ、そうなの？もう信頼してるってこと？もう？ちょろいわね。信頼するなんてもう。これでいいの？本当。どう、気持ちよかった？ね、気持ちいいでしょ。何、どうしたの、あなたも、何、どうしたの、何言ったの、あなた、何、そうよ、そうね、
鹿としてれば多分。でもね、私無視できないのよ結婚。あ、なに？あ、あなた。なにあった？なにあった？なに？なにあった？なに？なにあった？なにあった？ちょっと待って待って、なにこの子？本当。なにこの子？なにこのあった？あ、な、な、なに？チュー？チューなの？チュー？これ。チュー？なに？チューなの？チューなの？そうそうそう。おお、あんた危ないわ。あんた危ないわ。危ないわ。うん、危ないわ。ほんと、チューすごいんだけど、この子のチューが舌入れてくるから。嘘、やだ。うんうんうん、やだ、なにこの子。やー、あなたダメよ、ちくわダメよ、ちくわ、にぃ、ダメよ、ダメよ、ちくわちゃん、ダメよ、ちくダメよ、ちくダメ、ほら、そうそうそう、そうよ、ほらねぇ、人間のとこもこれぐらいね、寄ってくれればいいんだけど。ひーちゃんならできる、うん、いないわよ、全然。あら、ね、次この子よ次この子よ、ほんと。あ、どうしたのこの子、危ないわよ、危ないわよ、危ないわよ。こてつちゃんね、こてつちゃんどうしたの。こてつまだ、ね、1歳になってないから。あ、やだ、こてつちゃんどうしたの、うん、まだ人間に寄ったら、まだ、うん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 、若いんじゃないか。若いの？後ろなんかすごい、後ろ後ろ後ろもすごいね。ほんとこれずっとこんな感じなの？ワンちゃん、ワンちゃんあれだね、うん、静かにしてる。普段静かなの、うん、暴れてる時もあるけど。あるんだ、ほんと。基本は。あ、そうなの？こんなにあんまないんだ。クンクンしない。あ、そうなの？クンクンないの？こんなに。ダメよ、ダメよ、ね、ダメよ、分かった？ダメよ、ね、ダメよ。何、またチューするの？またチューなの？あなた、あなた、あーん、あーん、ダメよ、ダメダメダメよ、あ、あ、ダメよ、あ、ダメよ、そうそう、ダメよ、そうそうそう、あ、ダメよ、あ、ダメ、ダメよ、うん、そうそうそう。なにこの子たち、すごい、ちょっと後ろもすごいよ、ちょ待って、後ろすごい、ちょっと待って、なにこの子たち、なんなの一体。ちゃ、なにここ、ちゃ、これなに一体。落ち着いて、こてつ人懐っこいねこれ話進まないね話が。犬は可愛いけど、一昨日さ、実家に向こうがさ、うん、また話しに行くって言って行ってさ、あの行ったの息子さんが、うんうん、それであれが、うん、で流産した後じゃん。でさ、私も男の子の親だからさ、もし人様の子を妊娠させちゃって、もしそれが流れちゃったとしても、私は会いに行くなり電話で話すなり、うん、何なり申し訳ありませんなり何なりするだよね、私はね。どういうこと？え、自分のもし子供がもうちょっと大きくなって、うんうんうん、お茶飲んでね、飲むね、うん、ありがとう、うん、大きくなって、うんうんうん、もし女の子を妊娠させちゃったりとかして、それが流れようが流れまいが、ちゃんとそのお家に行って挨拶なり頭下げるなりで、流れちゃったんだったらお見舞いの言葉ちょっと一つするなりとか、うん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 、私だったらするのね、うんうん、で友達に相談したら、うん、なんか電話越しでも変わってほしいよねみたいなことは言われて、うんうんうん、でもそれでも火曜日行ったら、うん、なんかそんな言葉もなく、うんうん、反対で、うんうん、なんかお母さんも便乗して反対みたいな感じになってきちゃって、
うん、そうね、話聞ける。待ってね。なんか私がいろいろ言ってたら、私が追い詰めてるような感じになってきちゃって、なんかさっきコメントにもあったけど、OD するような人と結婚する必要ないとかあったから。待ってね、すごいね、みんななんかいるね。待ってね、大丈夫みんな。落ち着いてみんな。え、その何、普通だったら何、そのまあ子供ね、身ごもって流産したら普通は挨拶行くでしょって話。行かない、挨拶、挨拶行かないにしてもなんか電話で体調大丈夫とか、うん、あ、そういう風な向こうの、だって自分の息子が変な話孕ませちゃったわけじゃない、うん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 、で今回ダメだったけど私すごい辛い思いして、うん、あ、体をいたわる言葉が欲しいってことね。お見舞いの言葉もなく、うん、ただ反対っていう。それはなかったの、全く全くない。それがちょっとうーんって感じだったのね、うん、あ、そういうのもなくただ反対っていう。あー、なるほどね。すごい悲しかったな。あの、向こうからのそういうねぎらいみたいな言葉もなくてってことね。なんか水国用は行ったんだけど、うん、なんかね、こういう環境だからいなくなっちゃったのかなとか思ったりとかして。あ、その恵ま、あの、なんていうの、望まれてないと思ってってこと？そう。そうね。とかなんか考えちゃって。なんか出血もすごかったし、お腹の痛みもすごかったし。今大丈夫なの？今大丈夫。あ、そう。え、それに対して彼に言ったの？普通はね、挨拶来るのが、あ、まあ、そのねぎらいのそういうような言葉とかもあるのが普通なんじゃないのっていうふうな相談はしたの？彼には言ったの？言ってない。あ、それ言ってないのね。あ、そう。まあ、それ言わなくてもいいわね。言わなくてもいい。ね、何、あなた、また来たの？こてつちゃん。どうしたの？何？どうしたの？何よ？どうしたの？うちの親って近所に住んでて、うん、うちここの近所に住んでるんだけど、なんかそのご両親は何て言ってるの？はこんな環境だけど、うんうん、彼のことは別に責めたりとかもしてないし、よくしてくれてるし、なんかどんなん、なんかね、なんかさっき夫婦別姓の話出たけど、うん、なんかもう向こうの名字名乗るのもちょっと嫌になってきちゃったなっていう。あなたが？なんかそんな気持ちも。あ、そう。でもさ、結婚が全部じゃないし、別にほら内縁でもいいんじゃないの？ダメなの？内縁の関係はダメなの？もうでもなんか子供を巻き込んじゃってるから、子供に。でも結婚とかもししちゃったら名字も変わっちゃうでしょ。でもそれも学校に言ってて。あ、それは言、あ、先生も知ってるの？知ってる。あ、そうなんだ。のに結局やっぱり名字変わりませんでしたとかってなったら、うんうんうん、子供が余計傷つく。あ、子供は何、結婚望んでるの？うん、あ、結婚してほしいって言ってるの？うん、子供は望んでるんだったね。子供もね、もうそれがもしね、理解してるんだったらね、あれだけどさ、まずは結婚したいってこと？うん、一番はどう？
なにこてつちゃん、なにあなた、どうしたの？したいかな。でも5年だもんね、付き合ってな。彼はもうなんて言ってるの、結婚のことについては。でその話すると、うん、私が責めてるような感じで。あ、責めてるってこと？あ、言ってるの？あらららららら、ほんと、もごもご言ってるの？あら、ほんと。もごもごって何？あの、話をごまかすの？そう。あら、ほんと、なるほどね。寝なさい、寝なさい。住民票取ってきてって言われたから、寝なさい、そうね、委任状書かなきゃいけないからとか言って言って、ね、委任状は書くくせに、じゃあなんで婚姻届は書いてくれないのって言ったら、それはまた違うでしょうとか。委任状？委任状、あ、住民票取ってきて、あ、住民票取ってきてって。でまだ夫婦じゃないから委任状必要だから、委任状の書き方を教えてあげて、それ書いてたんだけど、ついでに婚姻届も書けばいいのに、なんで婚姻届は書いてくれないのって言っても、なんかそれは違うでしょとかって言われて。でもまあこれ無理に押し通してもね、結婚ってどうなんだろう。一生許してもらえないと、もう鬱になって、だって4年とか経ってるし。誰が鬱？うん、私が。で今日も病院行ってきたのね。どうだった？で仕事をしたいっていう話を先生にしたんだけど、まだ早いって言われたでしょ。なんか中途半端に良くなって、で仕事始めても、絶対もう無理だから、もうちゃんと良くなってから、仕事はしないとダメって言われて、でも今ほらあれでしょ、生活できてるんでしょ、彼のおかげで。もあるし、あと傷病手当、ああ、で降りてるんだ、そっか。でまずほら体をね治さないとね、いけないわね。どう？どうしたら治るのかしら。うつ病ってこと？うつ病を治す方法？それは人によって違うからね、治り方っていうかね、そういうのって。叩かれてる？全然大丈夫よ。結婚ね、そんな結婚したいのねみたいな。うつ病ね、うつ病の治し方か、どうなんだろうね。なんかうつ病なんて、うつ病って急になったの？コロナで。あ、コロナでなっちゃったの？なっちゃって。でも仕事復帰できて、働いてて2年半ぐらい、その職場ですごいパワハラ受けちゃって。あ、パワハラだね。でひどくなっちゃって、でも最近いい方向に向かってたんだけど。そうなの？待ってね、ちょっと待って。そうね。ワンちゃんがすごいね。とにかくワンちゃん、ワンちゃんなんかおしっこしてる？してない。大丈夫ね。人の上ではしない。あ、しないの？ワンちゃん、あなた、あなた、ねえ、そうよ。すごいね、人懐っこいね。
ワンちゃん。なんかどっちか構うと、うん、焼き餅焼いてる片方が来るんだ。来る。え、ね、どうしたの、どうしたの、どうしたの、うん、どうしたの、なに、あなたたちどうしたの、なに、うん、どうしたの、なに、うん、なに、二人でないこの、ないこの2匹は、なに、もうあれよ、寝る時間よ、寝ないの、うん、寝ないの、うん、もう居座っちゃってさ、ほんとよ、2人とも、2匹ともすごい、またこれもう、大変よ、あなたたち、ほら、もう、ちゃちゃ、もう、すごいのよ、2匹がほんと、すごい元気なのよ、2匹がね、ほんとちゃちゃちゃそうよ、元気なのよ、ほんとねえ、なに、うん、うん、ペットカウンセラーみたいじゃないのよねえ、ペットカウンセラーじゃないの私でしょ、話全然聞いてないもん私聞いてない、じゃあワンちゃんほらねえ、ワンちゃんに目がいっちゃうかな、そうよねえ、じゃあ犬好きなんだね、いや犬好きっていうか、うん、なんかやっぱ懐かれると可愛いよね、やっぱね、ここね、やっぱ、うん、そう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 、こうやってね懐かれると、うん、あらららら、慣れてほしい、だってほら見て、ほら慣れてほしいだってね、慣れてほしいっていうのよ、ほら大変よね、どうしたの、あなたも慣れてほしいの、はい、よし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 、はいはいはい、よしよし、うん、よしよしね、よしよし、そうそうそう、はいはい、ねえ、そうよ、よしよし、うん、ねえ、ほんと、もういいかしら、いいかしら、いいの、いいの、いいの、もう大丈夫、うん、ねえ、うん、何、去勢はしてるんでしょ、してない、あ、去勢してないの、うん、あら、ワンちゃんって去勢いらないの、オスだし、あ、病気しなくて、しないの、なんかした方がいい場合としない方がいい場合があるって言われて、なんかもともとおとなしい犬はしない方が、うん、来たわよ、あら、やだ、裸でやらしいわね、なにそれ、なにそれ、興奮させるつもりね、ねえ、興奮させるつもり、裸で出てくるなぁ、びっくりしたわ、お風呂入ってなくてごっちゃけないです、お腹出てる、ほんと、何、お腹出てる、いいじゃないの、可愛いじゃないの、可愛い、うん、ねえ、可愛いじゃないの、ほんと、ワンちゃん何、いつも話し合いなの、うん、あ、そうなんだ、うん、ゲージとかないの、うん、あ、ないんだ、うん、あ、もうここら辺で自由にって感じなの、自由に、あ、そうなのね、うん、なるほど、はい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 、え、ご主人どうなんですか、はい、ご主人どうなんですか、まだご主人じゃない、彼氏ね、彼氏、でも富士急行ったんでしょ、この間富士急行った、あら、いいわね、富士急ね、でも糖尿病の人乗れないんだって、乗り物、え、関係ないわよ、え、書いてあったよね、なんか書いてあったね、そんなの無視よ、そんなそうなの、
なんで糖尿病無理なの？わからない、謎だよねって。高血圧はわかるけどさ、やっぱあれかな、糖尿病って確かにね、血圧高い人もいるからじゃないかな、うん、そのなんていうの、ね、内容っていうかさ、うん、あるのかもね、もしかしたら、うんうん、それでひーちゃん浮かんだの。私浮かんできた？あ、乗れないなって。あ、乗るわよ。うわ、大丈夫じゃないの？乗る、うん、関係ないよ。プチって言ってもいいわよ。プチって言っても大丈夫。大丈夫。うん、そう。あの日天気悪くて正解だったのかなと、まあ。ディズニー行っちゃったからね。楽しかったディズニー。そう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 、うん、ねえ。でもなんかご主人なんか普通っぽいけどね。ねえ、特にね。あれからなんかもなんか変化あります？あれから、あれから何ですか？2ヶ月ぐらい前から。2ヶ月ぐらい前から。あったでしょ私たち。ああはいはい。そういや。ね。させていただいてね、うん。なんか結婚してくれないのよって相談もらったの。あ、先月、ね、うん、彼から結婚ね、うん、くれ、せ、返事くれないのよって、うん、ね、うん、まだ当分先？いや、まあ4月3日っていうことで、まあ2人で考えて。あら、4月3日なのね、うん、あ、いいわね、4月3日で。また畜生。4月3日、なんで4月3日なの？日が良かったのと。日がね、4月2日だと面白いわね。死にっていうね。ね、死に、死にってね、そうよ。3日なんだけど、うん、ね、しみ、しみの日、しみの日だね。8日ならシワだね。どう？シワの日、そうよ。シミの日、シミの日、シワの日。ねえ、うん。子供が進級するから。あ、そっか。っていうタイミングもあったのと、うん、日がいいのっていうので。うん、でおトイレ借りてもいい？あ、ちょ、ごめんね、ここ。ちょっとカメラをここに置いても大丈夫ですか？どうぞ。すみません。下行こう。私もね。明日ですかね。明日ですか。明日ですか。明日ですか。もう降りればいいですね、戻りました。戻りました。ね、またまたなの、また何、ワンワン王国、うん、ワンワン王国ね、ここね、今ね、ワンワン王国よ、ね、うん、ワンワン王国よ、ね、何、どうしたの、うん、何、あなた、何、うん、どうしたの、何、
何？人間になるの？人間になるの？うん、ね、人間になるの。そうそうそう。時間だいぶ慣れちゃったね。ね、え、何？4月3日にじゃあさっき席入れるんですか？入れようって話。あら、そうなの？あら、ほら、やっぱあなたも思い過ごしよ、結婚する、婚姻するって言ってるわよ。あなたほら。ただちょっとこっちの両親が反対しちゃってるってとこもあって。ああ。反対しちゃって。ご主人のね。やっぱあれかしら、理由があってですよね。まあまあそうですね。あ、そうなんだ。うん、理由でね、うん、やっぱりあるんだ。何この子たち、またまたみんなね、うん、もうなめなめしにくて、なめ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 、ほんとちゃん、もうなめなめ、なめちゃん、なめなめすごいの、なめなめ、ほんとなめなめがすごい、なめなめ、なめけんみたいなデビューしちゃって、ほんとよ、もうなんかペロ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 して、そう、4月4日おかまの日よ。そう、3月3日と5月5日の間取って、ああそういうことか。そう、4月4日の日、うん、別に何もしないのよ4日の日はお釜の日だから、ね、お釜の日、まああの釜飯食べるかなじゃあお釜の日、そこ行かないとね。そうね、峠の釜飯みたいな、そう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 、うん、でもじゃあ4月3日はとりあえず決定なんですかっていう予定では。あ、予定なんだ、うん、あそこに向けて今ちょっと説得とか、まあら、じゃ説得をする感じですか。ほら、いやでも実家に行くために気持ちがぶれ始めるから、うん、あ、息子さんがですか、あ、じゃあ彼氏がね、あ、ぶれますやっぱりね、うん、いいかな。だって先週の金曜日になんか私の望みは、うん、その赤ちゃんの心拍が確認できる頃にどっちにしろ席入れないと母子手帳もらう関係もあるから、うん、そのあたりに入れようってもともと話してたから、うん、まあ、供養じゃないけど、うん、この赤ちゃん忘れないために、うん、そのだいたい心拍確認できる頃に席入れたいって私は言ったんだけど、うん、なんかそれはやっぱ飲めないらしくて、うん、でじゃあ4月3日に入れようって先週の金曜日に言われたのに火曜日の時点で、うん、いや親がこう言ってるから、うん、親がこう言ってるからって言うから、うん、そうやって言ってることコロコロ変わるんだったらもう実家行かないでって、うん、あ、彼氏さんに言ったんですか？言った。あら、ね、ひーちゃんにも言ったけど、うん、お見舞いの言葉もないじゃん、流産しちゃって。もう連絡は取ってないでも普通の親だったらあると思うよ、うん、自分の子供が、自分の子供が妊娠させちゃって流れちゃって、うん、すごい出血してお見舞いの言葉すらなくただ反対っていう、それもショックだったし。ただ反対、ただ反対ってわけじゃないけど、でもお見舞いの言葉はなかったよね。お見舞いの言葉はあるけどそれ伝えてないだけど、電話でもじゃあ変わってよとかそういうのもないじゃん。だってなかったことにしようとしてるわけでしょ。うん。うん。そうね。あんたのことが嫌いなんだよ。誰が？あ、それコメント見ないわ今よ。うん。ないでコメントは。そんなことないわよ。悪いことばっか、それをダメよ、受け入れちゃうね。あれ最初挨拶行ったんですか、向こうにも。結構何回か顔をちょこちょこ出してたよ。顔会ったことあるんですけど、うん、まあこれから、ね、まあ1月から
少しずつね。パレスさんもあれですよね、向こうのご両親とやっぱりうまくね、あのまあ理解してもらいながら婚姻をしたいっていうふうなことですよね、きっとね。うん、まあ、ちょっと以前いろいろあったりもしたんで、あ、聞きました。そういう部分もあって、うん、まあ、ちょっとやっぱ OD とかやっぱしちゃったりとかですよね、とか、まあ、ちょっと親に電話かけちゃったりとかもあって、うんうん、あーわーって見ながら、うん、ね、確かにね。あ、そういうところで心配は、わーって電話したんですか、ご主人ところの、あ、彼氏さんの両親のところに電話したりとかして、あー、そっか、発狂したりとかして、そういうところでやっぱ心配、あー、やっぱそういうところでやっぱ心配って、あー、そっか、うん、なるほどね。だ、うん、でもお父さんだけなんですよね、反対してるのって。なんか聞いたところによると ね、 ね、でもなんかお母さんも反対しだして、お母さん反対してんの、まあ、反対はして、まあでも、まあ、普通に勝手にすればいいんじゃないみたいなところ、ああ、そうなんですか、うん、いや別に席入れるの反対じゃないんだけど、ただちょっとまだ具合とかもあるから、うん、少し時間かけて、うん、っていうようなことはちょっと言われちゃって、あ、もう少し、あの、そんな急がなくていいんじゃないのって、そうそうそう、あ、そうそう、なんか決めちゃって、それに向けて短いスパンで、うんうん、まあ、ちょっといろいろ療養してる部分もあるし、あ、あの今ちいちゃんがね、そうそうそう、あ、療養してるから、もうちょっと時間置いて結婚はいいんじゃないのって、先でまだ全然いいんじゃないのって、もう最近やっと家上がったり会うようになってきて、うん、なってきたとこだし、もうちょっと子供も、うん、もう、まあ、いるじゃないですか、うんうん、だから、でその子供たちとの関係性もあるし、だからそういうのをもうちょっとゆっくり深めていった方がいいんじゃないっていうような話はされてて、あ、なるほどね、はい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 、そうね、今多分席入れてもあれなのかしらね、なんかうまくいかない感じするわね、どう思う、今の状況で無理やり入れても、まあ母親はだからどう思う、そういうとこもありますけどね、どう思う、入れたい、無理やり、子供を傷つけたくない、あ、子供を傷つけたくないの、うん、一番最初に彼が言ったからね、子供に、うんうん、結婚するって言っちゃった後に反対されてこうなっちゃってて、言ってしまえば、でも子供はわからないのかな、ちょっとまだ今はちょっと結婚できないんだけどって、なんか恥かくじゃん、うん、また恥、あ、学校で、そう、あ、でも逆になんか名字変わると余計になんか結構、でももう周り知ってて驚かない、うん、本当、うん、まあ、ちょっともう子供は恥かかん、か、か、かく？なんか親のことで振り回してるっていうか、まあ私が振り回してるんだろうけど、振り回してる、うん、そうね、でもいずれにしろ子供は大丈夫だと思うよ、うん、子供のことね、考えてくれて考えてるのは分かるけどね、うん、結局子供って振り回されるからね、親にでも将来分かるから、うん、うん、結局ね、どう思うね、うん、そう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 、うん、どうしました、どうしました、ね、
カマはこれキャラ何のキャラなんこれ何だろうね一体 ねこれ何だろうちょっとねこういう風なヘアスタイルにしてみました、うん、そう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 、うん、子供に聞いたの？どうしたいの？みたいなことは聞いたの？子供の気持ちとか。子供、お兄ちゃんの方が、うん、なんか泣きそうなのをこらえて、俺はもう否定も肯定もしないからっていう、うんうん、今何歳だっけ？11。あ、11なのね。なんかもうそれを思い出すだけでも、うん、もう泣きそうに、もういい、否定も肯定もしないってこと？うん、なんか、うん、なんかすごいずっと黙ってて出た言葉がそれだけで、本当それだけ言っていなくなっちゃって、でも表情はすごい、うん、もう泣くのこらえてるような感じで、うん、なんかそれがすごい私の中で結構でかくて、うん、下は多分何も分かってないから、分かってないんだ、うん、まあ小学生だし、うん、だけど無理にね、結婚を押し通してもね、どうなんだろうね。でも多分、今しなかったらもうすることはないと思う。ああ、確かにね。うん、逆にでも、そんなことないけどね、逆に。うん、そうね、今しないからってことじゃないけど。そういう上の意見もわかるし。うん、で籍入れるってなるとね、親族的な付き合いになるから、そうね、うん、そしたらじゃあもうちょっとしっかりした方がいいんじゃないっていうのはこっちの意見もあるけど、うん、だから土曜日にじゃあ私の言い分もあるから私一緒に行くって言ったのに、それは反対だって、うんうん、私のことは連れて行く気はないみたいで、うん、そこちょっとこじれちゃうかなと思って言ったんですけど、うん、ねえ、もう慣れてってずっと言ってるわ、ほんとね、慣れてほしいわって言ってるのよずっと。そう、ね、じゃあ彼氏さんは現状維持でいいんですか？とりあえずじゃあ一応ね、うーん、まあ、ね、その話はしてって言われるけど、まあまあ、そのやっぱりご両親説得したい感じですよね。まああるけどね、ね、やっぱりまあまあそこはね、うん、ご両親の言ってることもわかるんですよね。ちょっとわかる部分もあるし、そうだね、うん、本当に一緒になるんだったらしっかり、うん、関係性気づいた方がいいのかなとも思ってるところもあったし、まだね、うん、まだなんかご両親とまだあんま会ってないのかな、ああ会えないんですか？二人はしてたし、その、まあ、正月一緒に、うんうん、うちの親族で、うん、みんなと一緒に ご飯食べたりはしたんですけど、うんうん、そこら辺でまだ始まったばっかかなみたいなところで、うん、終わりよ、よしよしてあげてしょ、よしした でしょ、おいで、ね、よしよしたでしょ、こっちおいで、ちくわ、ちくわこっちおいで、ね、でも別にそれまで誘われてもなかったし、誘われてるわけでもなかったし、私から今回もまたお正月は一人で行くのって言ってついてったようなもんだし、うんうん、これ発信ではないし、うん、でもまあうちの方からね上がってってみんなで食べなくなって
そういう関係性は気づいでもあんまりほらまだ関わってないんでしょ向こうのご両親とも。ちょこちょこ会ってはいる。会ってたんだ、うん、とりあえず 病気なんですかねきっと心配してるのって。まあだとは思いますね。あ、そうなんだ。病気もしょうがないことって、まあ、別にそれはそれで、それが絶対ダメってわけじゃないんだけど、状態的に だったらだからこそもうちょっと時間かけるんだったら全然いいんじゃないってとこは。時間かけてもいいんじゃないのとっていう。ああ、なるほどね。うちのうちで、でも私状態悪いところ見せてないし。あ、でもなんか電話したんでしょご両親に。それだいぶもう3年ぐらい前なんですけど。そうなんだ。やっぱそこがなんかトラウマなのかしら。いや、でもその後もやっぱちょっとちょこちょこやっぱり電話したいとか。電話が、まあ両親に電話2回ぐらいしちゃってる部分もあるし、あとまあちょっと実家帰ってる時にいないとこで結構電話でそういう風になっちゃったりしてて、まあそういうの見ててやっぱ心配になってる部分が、まあ、やっぱ心配なんだね。ああ、そっか。なるほどね。でも最終的に押し切るか、ただそれが後々。あ、押し切って結婚するか、押し切って入籍するかですよね。まあそうですよね。でもそれが長い長い目で見て、これから親族としてそれを入籍して、あの親御さんのやつはまあまたおいおいな感じですか。にするかってことですね。ああね、そうね。結局、もそういう席入れると、そういう親戚的な付き合いもあるし。そうですよね、これからね、お付き合いもね、あるからね、ほんと。実家近いんですか、彼さんの実家も。あ、いや、まあ練馬なんですけど。あ、でも近いね。まあまあまあ、そんな遠くはないですけど。でも近いですね、ほんと。だ結婚を絶対認めないっていうふうなことは言ってないんですよね。うん、そういうことではないんですけど。お両親もね。全然もう。ただとりあえず病気のことでってことですよね。だからまあちょっとその今そんなすぐ短いスパンで続けて、今そんな、ああなるほどね。じゃないっていうところで。じゃあ絶対反対するってわけじゃないんですよね。じゃなくて、あららららら。今まだ、まあちょっとそういうふうに焦って、そうですよね。焦って動くのはちょっと逆に。そうですよね。良くないんじゃないかなみたいな。まあ焦ってじゃなくて1月。でも5年は結構な長いのかね。だし1月からそういう話してて、4月に籍入れるって結構時間もちゃんと考えて、来月籍入れようとかって言ってるわけじゃないし。この先も賛成はしてもらえないと思う。そうね。そうね。今後。イワンちゃんがすごすぎてね。ちくわおいで。頭に入らない。ちくわこっちおいで。な。こっちおいで。ひーちゃん、ひーちゃんもう飽きたって。あ、違う違う。連れて帰ってほしいのかなと。ねえ、配信見てたらなんかじゃ連れて帰ってほしいのかなと思って。立派なバタ開けになっちゃってそれ。いやいやね、本当。ちくちゃんこっちおいで。そうそうそう。こっちおいで。ねえ、もうすごいねみんなね。でもさ、あれじゃない？席ちゃんともうちょっと待ってみたら4月3日また。まだ2ヶ月あるの。一昨日も4月3日って言ったんだよ。彼が。でも4月3日までほらまだ時間あるでしょ。そこを目標にしてるんじゃないの。絶対に4月3日にしないといけない感じ。もう指輪も作っちゃったし。あ、指輪も作っちゃったからここはもうちょっと強引にちょっともう席入れないとダメだわって感じ。ちっちゃん、私も
で我慢してそうねだってでもなんかでも最近でもなんかほらねあの流産とかもあったしすごいね大変なこともあったし、うん、ほら最近もな前なんか OD もなんかあったんでしょなそういうのもあったりとかしてさねえなんか大丈夫かなって精神的にもどう思う？あのあれなの？あの お孫さんとか可愛がってもらってるんですか？行ったら。あでもお年玉くれて。あら優しい。あら。自分の孫みたいな感じで可愛がってくれてるんですね。まあ、そんなにでもまだ子供会ってるわけじゃない。ああそうなんだ。そういうことはしてくれてるけど、うん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 、だからそういうのも含めてだからもうちょっとじゃあ、あ子供のこともちゃんと、ま、お孫さんのこともちゃんとですか。だからもうちょっと会えるようにはね、会えるようにしてほしいってことですか。あら、だからそういうとこで、あそういうことも向こう言ってるんですか。あら、じゃあ一応認めようとしてくれてるのはしてくれてるような感じなんですか、うん、まあ前向きに、あら、うんうん、でもそれ嬉しいですよね、うん、やっぱ不安定だから何かこう絆みたいなものが欲しいのかしら。今はとりあえず彼氏さんがどっか行っちゃうっていうところでしょ。婚姻届出さないよ、うんうん、勝手に書いてくれても、うん、勝手に出したりはしないよ、うん、でもさそれが私のお守りになればさそれで精神が安定するんだったらさあ精神的に安定するんだったら結婚その入籍がってことが、うん、うちの親も籍入れた方が気持ち的に安定するのかもねって、うんいい言ってたし、あその結婚がそのまあ言ったらお守りみたいなもの、ああ結婚がね、うん確かにね、でもほらちいちゃんの気持ちだけではほら入籍できないでしょ。だからするって言ったの。あするって一昨日言ったの？まあだから向けてね。あ一昨日言ったのね。やってるよとはね。うん、なんで私録音したい。録音したの。またコロコロ変わるから録音したのちゃんと。あ録音コロコロ変わらないようにね。そう録音したのね。した。あ録音ね。抜けてなんて言ってなかった、その先、うん、やだな、実家行ったりしてやってるじゃん。実家行くとブレるじゃん、気持ちが。まあね、ブレるとかじゃないけどさ、うん、でそれがいいのかなとかそういうの考えたりするよね、やっぱね、うんうん、いい方向、ね、結局親の意見っていう、結婚するのは私たちなのに。まあその二人でもあるけどね、うん、2人の問題ではあるけど結婚はね結局決めるのもね親の反対を押し切って結婚するのもね確かにそうだけど、うん、しかも私は結婚したらもう二度と会いに行かないなんて言ってるわけじゃなくて、あ向こうの親にでしょ、ちゃんとこうやって生活できてるよって見せていけば納得してもらえるんじゃないって言ってるのね。そうだね。まあね。なんかすごく無理に押し通そうとしてるような感じはするのよ。とりあえず今ね。結婚も。なんか結婚入籍って結構ほら祝福されてなんかほらね幸せなもんじゃない、すごくなんかちょっと
重い感じしない今。どう、そんなことない？どうしたの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 ？いや、誰も私の気持ち分かってもらえないんだよ。そんなことないわよ。そんなことないわよ。そんなことないわよ。そんななんかなあ。何もそこはもう4月3日にはじゃあもう押し通してまで結婚するってこと？じゃないと席は入れれない。あ、もうそれを逃したらもうダメだってことなの？うん、で、どうですって、うん、どうしましょう、うんうん、ちいちゃんが言ってるけど今そんなことはないんだけど、でももうそういう気持ちでいるってことだから。ああ、なるほどね。急いでね、席入れたいっていうのは。まあね、急いでないよ。本当は今月それで入れたかったんだから、うんうん、入れようって話もしてたんだから、うんうん、でも流れちゃったからもう入れなくて嫌になっちゃってるって。その考えもちょっとおかしいじゃん。だって流れちゃえばそれでいいのって。うん、もう選択がもうそこしかないのね、多分。そこだけしか、とりあえずね。いや、なんかかわいそうで、流れちゃった子が、あ、子供がってこと。あ、もう全部否定されてるんだろうなっていう感じがしちゃって。そうね。あと、そのお子さん大丈夫なんですかね。結構お子さんの前でも結構ほら、ね、自傷行為したりとか結構やってるっていうのを何度か結構あったって聞いたんですけど、お子さん大丈夫なんですかね。結構ね、大丈夫じゃないではないですよね。絶対なんか気にしはしてるとは思うし、だからそういうのもなくしね。私は前電話で言ったのが、児童相談所にね、一応ケア入ってもらった方がいいって、心のケアみたいなやつ。やっぱりお母さんもやっぱその今ね、ちいちゃん今多分すごく傷ついてるけど、子供も多分きっとね傷ついてると思うのよ。子供がさっき大事だって言ってたでしょ。でもやっぱ大事だからこそ、やっぱケアってしていってあげたいと思わない？やっぱりまずすることってまずあると思うのよね、きっと。その入籍もすることはそれはまだの中で大事だと思うけど、まず子供じゃない、一番じゃない？自分の幸せよりもまず子供の幸せが一番好きだと思わない？そういうところを見せてるってことは傷ついてることだよね。まず子供のカウンセリングからまず私はしてあげた方がいいと思うんだけど、引きずるから子供って結局自分のことをものすごく第一優先にするのはいいんだけど、じゃない、子供のことが大事でしょ。そこからあなたのことでしょ、あと病気のことと何をしたのよ、どうしたの、横座るでしょ。ね、結局ほらお母さんしかいないからね、頼れるものって。病気治さないとね、ちっちゃんもゆっくり、そのために金いるから、
すごく私は幸せだと思うけどね、今の置かれてる環境って、まあ、5年っていうのほら長いけどさ、付き合ってね、ただなんか病気でなんかそうしちゃうんでしょ、電話したり発狂しちゃったり、なんかこう相手にこう子供いる前でそういう風にしちゃったりとかするんで、多分きっとね。でも子供も絶対分かってると思う、将来分かるから、絶対お母さん辛かったって絶対に、うん、あ、1時になったのね、ティッシュいる？大丈夫？ない？拭いて、ちゃんもね、辛いの分かるけどね、思いがけずなんかやっちゃったりとかするのよね、そういうね、ちょっと後悔もするのよね、やっぱね、やっちゃったなって自分ね、ああって、でも優しい彼氏がいて、いいよね、羨ましい、そのほらで、こんな可愛い犬たちとね、理解のあるね、子供たちとね、彼氏さんもほらね、言われてもほらはいはいっていう風に聞いてくれてるから優しいよね、普通は、うん、ちいちゃんすごい愛されてると思うよ、そうそうね、じゃあ朝早いんだよね、私別に全然、あのお昼前ぐらいだから別に全然、8時って言ってたんだ、8時、9時ぐらいかな、うん、すっぴんでいくから大丈夫よ、すっぴんでいくからね、うん、でまずじいちゃん子供のこと朝ね、ぜひカウンセリング受けさせてあげて、話ね、で、ちいちゃんの病気と、ね、入籍って、そうね、入籍ですよね、多分ね、彼氏さんを多分あの説得してほしかったのと思うね、うん、多分ね、きっと、ね、でも焦っても多分絶対うまくいかないと思うな、どう思う？焦ってもっていうか、うん、最初は認めてもらえなくても籍入れるって言ってたから、うん、それがどんどん変わってきて、あ、彼がってこと？でも多分考えが多分変わったんじゃない、彼もですよね、いろいろ考えちゃってる ね、きっとね、今後のこととかですよね、うん、でも別れようなんて一言も言ってないじゃん彼は、
いやでも私は席入れないんだったら別れようと思って。あらやだ、どうしてん、どうやって生活していくの。仕事する。できないでしょ。また先生ダメって言われたんでしょ。言われたけど生活しないといけない。そんなだってだって入籍できないんだったら別れるっておかしいでしょ。だって言ってることがコロコロ変わるのはちょっともうしんどいし、今回の赤ちゃんの件が一番しんどかったから。やっぱりもう何100かも0なの。100か0。うん、いやもうこれでもし彼どっか行っちゃったら寂しくなっちゃうよ。大丈夫、大丈夫じゃないと思う絶対。そんな5年も一緒にいるのにな。くれはない。いやいやいや、そういうのはないわよ。だってあなたせっかく今こうやって今ほらこの時間でもこうやって一緒に付き添ってくれてるじゃないの。彼別にどうでもよかったら別に彼もここにいないわよきっと。こうやって向き合ってくれてるよ。もうどうでもいいわって言う彼にそういうふうに、そういうふうなことを言うってことは彼のことをあんまりちゃんと思ってないんじゃないの。ちいちゃんは思ってる。思ってるけど、うん、でもそうやっても結局じゃあもう結婚できないな、でも別にもういいわっていう風になっちゃうとねえ。大切に思わないとダメよちいちゃん。本当になくすよ大切な人を。ダメよそういうふうなこと言ったらちいちゃん、ね、軽はずみで言ったことって意外になくなるからね。軽はずみじゃない、ずっと考えて。いやいや、でもその別れるとかはダメよ言ったらね。一緒に立て暮らしていくんでしょこれから。結婚するならね。そう、結婚 しないとしてもよ。しなかったら一緒には暮らしていく、ね、一緒にそれでもいいじゃん過ごせば。ダメなの、そのあのそうね。でもご両親に理解できるようにほらね、働きかけてくれてたりはするでしょ。でも行くたんび行くたんびに、うん、どん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 気持ちがぶれてって。あ、彼が、うん、何言われてるんだか知らないけど、何も話してくれないから、うんうん、今の関係でもいいけどね。私だったらダメなのね絶対に。お守りなのね結婚が、うん、でまず子供のことと多分病気のことをまず直さないと仕事もできないでしょ。だってね、まず自分が変わるっていうふうなことは思わない。あのね、私もみんなに普段から言ってるんだけど、相手を変えさせるって無理なのよ。だから、そうだから私だから変わる努力をするのしてたの。だからそういう時は自分が変わるしかないのよ結局は。変わる努力をしてたの。うん、うんうん。努力してたのね。してた、うん、子供の前でだけじゃなくて、うん、リス化もしなくなったし、うん、OD もしこらえてしたくなっても、でも子供の前では絶対やめた方がいいと思うよ普通にね。もう OD もね、それ
もしないでいるし、うん、あ、そういうふうな変わる努力をしたってことなのね。今してる。あ、今してるのね。あ、そう。何度もリスカしたいなと思ったことはあるけど、うんうんうん、それはこらえてしてない、うん、それ約束したから彼と、うん、だから何もしてないわけじゃない、うんうん、なるほどな。じゃあ待ってみる4月3日まで。でもなんか4月3日までそういうのも考えながらね過ごすのもね。待ってる4月3日まで。じゃあ4月3日ですって言って、じゃあ無理ですってお別れってなるの。じゃあそれなの、そうでいいの4月3日でじゃあ終わりよって言って、じゃあさよならって言うのそれそんなんなのだってねえ、まあね、簡単に終わらないと思うけどな。あなた寂しいと思うよ絶対。寂しいのは最初だけ。でも寂しくなるって結局。だって子供もだってあれでしょ、あのごしゅあの彼氏さんね、お父さんになってほしいって言ってるんでしょねえ。お父さんだと思ってる。でしょ。でもまた寂しい思いさせちゃうじゃないの。そうやったらあなたさっき言ってたでしょ。ねえ、ねえ、ねえ、こてじゃないじゃん。こてつおいで、こっち。呼ばれてるわよ。こっちおいで。呼ばれてるわよ。ね、いいの？こてさ。近所の？そう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 。ねえ。どうなの？あの別れるって言われてるけどいいの？うん、困っちゃいますけどね。いいの？それでいいの？どうしていくかなっていうのはね。別れるって言われたらどうすんの？別れるのじゃあ。ね、そういう風に言われた。なあ。それでいいの本当。4月3日何無理だったら別れるでそれでいいのだって。ツルピンが何 LINE がどうしたの。何の LINE。 ちょっと待って、何 LINE って。あ、来たなんかね。来た。その日までなんか生きた心地しないんだけどだってその日までだってあれでしょ、その日までだってタイムリミットあるわけでしょ。それはどうなんだろう。だって婚姻届も書くって言ったんだよ。婚姻届が、結局書かないじゃん。なるほどな。あ、でも一応録音したんだよな。録音した。じゃあもうそれで仕方ないもんね。だってな。そう。あの手紙とか書いてみたの。書いてみた。ほら手紙書いてないで。私ね手紙書いたらどうですかって言ったんですよ。あの会うのも難しかったら。ああ難
手紙とかどうなんですかね。うん、ダメですか、ね、向こうの両親とかに渡していけないですかね、うん、いや渡すだ全然、うん、ね、手紙書くって言ってたのに私にちいちゃんだって合わせてもらえないのに、うん、なんで合わせてくれないですかね会えないんで、あ、うん、会えないんですか今ね、ちょっと今この状況で、ね、会えないと、あら、やだ、向こうの、まあ、会いたくないと言ってるんですか、あらららら、らでそこを、まあ、100でも決めちゃって、はい、っちゃうと、はい、それを押し通して入籍しちゃどうなるんですか。いや、まあそれはするならするでそうなってるんでしょうけど、その4月3日にもし入籍しなかったら別れるってこと知ってます、向こうの両親は。別れると言ってるとはまあ、それはな、それは、うん、でも多分それを望んでると思うんですよ。あ、向こうの両親がですか、別れることをですか。うん、どうかな、もっとなんか寄り添えないですかね、両親と。うん、そこちょっと、ね、難しいんですかね。まあまあね、うん、名称お見舞いの言葉もない人が、うん、でもほら、まあその流産してからってこと、あの両親、あの彼の両親からお見舞いの言葉もなくて会う気もない、うん、会いたくもないって言われてる人と、うん、会いたくないじゃん、別に会いたくないとか言ってないけど、うん、ただ今その中で言っちゃったらちょっとこじれるかなと思って、うん、今週の土曜日はとは思ったんだけど、うん、言っちゃけな、うん、やっぱり私一応手紙とかでも書いてみたらどう、ちょっと歩み寄ってみたらどう、少し、うん、ねえ、ダメ、ないもうないの、あ、もうあやめによることも、これ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 、だって喧嘩してるわ、ダメよ、ダメよ、喧嘩したらダメ、うん、そうそうそう、うん、ね、言葉一つなかった人に私はそれはできない、あのそういうふうなあのねぎらいの言葉がなかった人に対してはもうやらないってことね、あ、なるほど、それぐらい傷ついた、今回。ああ、なるほどね。そうか。じゃあもう多分入籍難しいんじゃない？なかなか難しいよね。でも多分きっとね、無理に押し通したらほら彼も多分両親との関係悪くなっちゃうでしょ、そうなる可能性あるんですよね、まあ、あれ、やっぱ、まあ、やっぱ彼氏さんも気まずいんですよね、きっと、うん、あねえ、やっぱり、うん、そうですよね、うん、その妊娠の時は親御さんは知ってたんですか。いや、まあ、だから気づいて、病院行ってその2日後とかにそうなっちゃったから、じゃあまあそういうことは言ったんですけど、はい、うん、だからそれこそだから、じゃあまず大丈夫なのってこと、あ、心配してたんですか、あらら、あ、そうですか、心配はしていたんですか、あらららら、あ、でも心配してたみたいよ、でも私には何もなかったってこと、だって電話出ないんでしょ、だって彼がここにいるときに、うんうん、別に電話してもいいわけじゃん、うんうんうん、でちょっと変わってでもいいわけじゃん、うんうん、直接会わないまでも、うんうんうん、それもないわけじゃん、うんうんうん、すごいね、いろんな、うん、そうね、
かね、そうな、それぐらいはできると思うんだ、そうな、チェックはおいで、チェックはおいで、そうね、うん、そうね、でもね、どうしましょうね、本当ね、ね、どうしましょうね、別れたら楽になるんじゃないだって、うーん、どうなんだろうね、まあ、それは分かんないけどね、ちょっとね、うん、結婚ね、結婚って難しいのね、仕事は仕事ですもんね、明日ね、帰りましょうかね、ね、私もそうそうね、うん、帰りましょうかね、朝が早いですよね、ね、そうですよね、ほんと、うん、ね、席入れなかったらね、別れるしかないよね、もうそういう風な結論だからね、じいちゃんの中ではね、うん、そうだよ、もうね、うん、それがもう決定なんだよね、うん、じいちゃんの中ではね、うん、だから、うんうん、ね、まあそれはそれでいいよね、やっぱりね、うん、別れるんだったら別れるでね、仕方ないね、だって、うん、何、そう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 、うん、それで納得できるの、ちいちゃんは、うん、本当、うん、できる、うん、できないでしょう、うん、うん、もう目に見えてるけど、なんか大丈夫なの大丈夫、本当、うん、うん、ねえ、なんか、うん、そうだね、終わりよ、おしまい、おしまいよ、おしまい、うん、おしまいよおしまい、おしまい、あ、撫でろっつうのよく撫でろ撫でろって言うわね、撫で撫でしろってそうよ、ずっとね、撫で撫でしろっつうのよ、止まったらもうほらね、おいっちゅうんだよ、手でやるでしょ、こうやってほらほら見てほら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 、またもう、なんなのよ、この子は一体。ほんと、もっとしてしてってんのよ。この子、やめるとな、ちょっとね。寝るの？寝なさ。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 おしまいよ、おしまい。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 ん、おしまいよ、おしまい、なに、なに、うん、子供にも話してるの、4月3日もし入籍しなかったら別れるのよって、そこまでは言わないの、うん、でも急にびっくりしない？子供たちからすると 言うとかないとね、言うの？うん、そうなんだ、うん、急にある日突然じゃね、そうね、なんだかね、
んこの子ずっとなね、ならずなれてってちいくわおいで、こっちおいで、ほら、呼ばれてるような、ほらちいくほら、呼ばれてるよ、そんなにしーちゃん好きになっちゃったのおいでほら、あなた、ちいくわおいで、あなた、ほらおいでほら、あなた、ほらちいくちわちゃん、ちわちゃんちわちゃん、わかったわかったなめよ、こっちおいでちわちゃんワンちゃん分かってんのかな、なんかね、うん、気持ちが、うん、ね、うん、ワンちゃん、ね、うん、そう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 ね、うん、何、うん、ね、ちいちゃんも休んで、うん、ゆっくりと、うん、うん、いいじゃんこれ、あ、いいよいいよいいよ、いや、高速だ、いいからいいからいいから、高速大丈夫大丈夫、ひーちゃんにひーちゃんが大丈夫大丈夫、高速に来てもらっちゃって大丈夫大丈夫、高速大大丈夫大丈夫ダメ大丈夫大丈夫、受け取れないのほんと名札していいのよ、そんないいの受け取った、大した額入ってないけど、ちくわちゃって私帰るよね、何、いや何どうしたの、やってほしいって何、欲しがり屋さんだから、どうしたの、なった何、どうしたの、寂しいの、何ちくどうしたの、何帰るよ、私ちくばちゃん帰るよ、バイバイ。バイバイ。バイバイ。バイバイよ。バイバイ。バイバイ。しっぽ食っちゃってる。ねえ、後藤ちくわになるの？ねえ、後藤ちくわになるの？なるの？ダメよ、ちいちゃん、ちくちゃんダメよ、なるの、ね、なるの、うちの、うちの、うちの何、ね、うちの、うちの犬になるの、ダメよ、なりたいの、おいくつなの、ちくわちゃんって、ちくわ2歳、2歳、あ、もう大人なんだね、うん、青年、ちょうど青年ぐらいですかね、あー、10代かな、うん、あら、キラキラしてる、ねえ、ギラギラしてる年じゃん、ね、何もっと撫でろってこの子何よ、ワンちゃんって何、これ全部ちいちゃんの犬、うん、私の犬私の犬、私の犬っていうか、うんうん、この子と、うん、この子は子供の犬、うん、子供が飼ってって、あ、そうなんだ、はい、あの子は私の犬、あ、そうなんだね、終わるよ、はい、はい、終わるわよ、もう時間なのよ、時間、時間よ、ありがとう、ひーちゃん、じゃあね、バイバイ、バイバイ、バイバイよ、バイバイよ、ね、帰ってもいいよ、ダメよ、どんだけよ、ちいくさんおいで、どんだけよ、ねえ、あれほら、呼んでるわよ、ちいくおいで、呼んでるわよ、呼んでるわよ、ね、呼んでるわよ、うん、どうしたの、ちいくちくわちゃん、ちいくちゃん、じゃあね、どうしたんだろうね、今日珍しいのこれ、ずいぶん初見でこんなに懐かないですけどね、何これ、なんでこんなになんだろうな、どっちかというとちくわだけ警戒してワンワンってするんですけどね、あ、ほんと、うん、なんでこの子にいたんだ、あらら、なんでこんな甘えん坊さんなんだろうな、うん、何、帰るわよ、うん、帰るよ、ちくちゃんありがとうってね、ちくちゃんまたね、待ってくれてありがとうって言う、またね、ちくちゃん、
それだけ可愛がってもらったんだか、ちくちゃんね。ねえ、本当に何言ったいね。どうしたのかしら。ちくちゃん。じゃあね。じゃあね。またね。人間になって。ねえ、人間になって。多分イケメンになると思う。なるよ、絶対ね。顔結構イケメンだよね。人への。顔は可愛いと思う。ねえ、人間になって、早く。そう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 。飽きちゃったわよ。嫉妬してきた。来たわよ、自分ばっかりって言って。ね、はいはい、みんなね。なめなめの時間ね。帰りましょうかね。じゃあ。ありがとう、ひいちゃん。いいえ、こちらこそ。大丈夫？ちいちゃんも。うん。体調は。どう？うん。マシになったの？なった？ぼちぼち？もうかりまっか。そうね。じゃあ、とりあえず、帰るわよ。うん。私は、ね、うん、とりあえず。また聞かせて、うん、途中経過を、うん、ねえ、まあ多分分からないと思いますけどね、ゆくちゃんが雨予想とか、ね、どうなったとしても私の予想はね、いや私の予想はね、多分ね、どうなったとしてもきっと分からないと思いますよ。無理だと思う、うん、ちいちゃんは結構依存体質だから、あなたはなんかきっと分からないと思う、どうなったとしてもきっと、うん、なんかそんな感じがする。すごい、私のこと分かる。でもそんな感じする。占いしかないか。でもそうじゃない、うん、ね、うん、なんかちいちゃん なんとなく分かってそう、いろんなことね、なんかもう心の中で分かってそうな感じがする。うん、よいしょ、じゃあ帰ろうかしら。ありがとう。じゃあね、じゃあね、よいしょ。じゃあ帰り道分かる、うん、分かる分かる、帰り道大丈夫よ。よいしょ、じゃあね、じゃあね、よいしょ、よいしょ、お邪魔しました。赤映っちゃうよ、ちょ待ってね、待ってね、顔映っちゃうから。そう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 、ね、お邪魔しました。すいません、ほんとこんなね、夜中に、いやいや、ほんと、全然大丈夫よ、裸でバカできるぐらいが一番良かったけど、全然大丈夫大丈夫。ちょっと待って、あの背景隠すね、背景ね、こうやって隠すわ、隠して、ちいちゃん、またね、また会いましょう、とりあえずね、うん、大丈夫ちいちゃん、うん、大丈夫なの、うん、まあ分からないでしょうね、そんな感じする。無理でしょ、5年も一緒にいてな。何、雨降ってた、どうしました、雨降ってたね、そうよ、もう大丈夫ちいちゃん、じゃあね、じゃあね、私大丈夫、匂いしなかった、うん、じゃあね、ありがとう、またね、よいしょ、よいしょ、取れちゃう、うん、頭取れちゃった、あ、ちょっと顔つっちゃった、嘘。ありがとうございます、あ、いいえ、どうもどうも、よいしょ、じゃあね、はい、じゃ帰るね、うん、待ってね、こっかな、こっかな、でもあれかな、そうかな、またそこ乗った方がいい、あのハスダーかな、
クキって書いてると遠回りになっちゃう？クキだと遠回りになっちゃう？でも分かりやすいな、クキ。あ、じゃあクキから乗っちゃうね。じゃあね、ありがとう。まっ、よいしょ、じゃあ行くわ。じゃあね、はい、どうもどうも、すいません。あ、こっちね、行きましょう皆さんね。とりあえずよいしょ。そうそう、なんかこっちみたいな、右、あ、右ね、右多分皆さん右よ、右よいしょ。なんかしら、ね、じゃあやっぱさ、会ってさ、皆さんね、話さないと、いや、分かんないことあるわね、ほんと。ちゃちゃちゃねえ、ほんとこれは、いや、これ両方から聞いて、なるほどねみたいなね、でもね、あれ別れないと思うよ絶対。4月3日にね、あれ私思ったんだけど、別れないと思う。どういう風に転んだとしても別れないと思う、私は絶対。いや絶対無理いや別れない、絶対もうあ、そうね、確かにね、どうかな、いや、彼押して何、結局何、席入れるってこと。いや、どうかな、だったらもう入れてない普通に今。ねえ、そこで絞ってるってことはなんかあるんでしょうきっと。ねえ、彼にもなんかそういうあるんじゃない、きっと。なんかこう進めないところがやっぱあるんでしょう。そうそう、引っかかるところがあるから入籍しないんだよねきっと。ねえ、かなーって私思ったけどな今。そう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 、いやー、とりあえず皆さんいかがでしたかいかがでしたかねえ。あ、あら、ありがとう、みーちゃん、ありがとう。どやさどやさどやさ、ありがとう。あのちくわちゃんかわいいよね、ほんと。ちわばの子ね、あの子、あのワンちゃんかわいかったわ、ほんとね、ほんとイケメンでね。そうよもういや、撫でろって言うのよ、おいって。いや、ほんと手でね、ツンツンってね、言ってくるんだよ向こうがね、撫でろって。そうよ、ね、もっと触ってって言うんだよね、あれ。そうよ、可愛くて可愛くてね、ほんとあれ。もう連れて帰りたかったわ、ほんと私のお家に。あんな甘えん坊さんなのねえ、かわいかったわ、甘えん坊さんでね。いや、どうなんだろうね、ほんと。待って、皆さん大丈夫ね、 OK よいしょ。いや、ほんとによかったわ。そう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 ねえ、皆さん、とりあえず私帰ろうかな、とりあえず帰るね、ほんとね、帰るよ、お家。明日もね、早いのよ、何も食べないもん、だって。そうそうそうね、何も食べないよ、帰る帰るえ、あ、待って待って、ダメ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 、帰る帰る、ほんとね、帰るっちゅうのよ。何がつまんないのよ、なんでつまんないの、何がよ。いいんだよこれでね。じゃあ、あのね、明日舞台なの、レッスン。じゃあレッスン、ね、稽古。そうそう、朝早いのよ。そう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 、わかる。
しんどいのよ明日。どうせ明後日、どうせ明日もするんだから放送。明後日もね、また。そう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 。ねえ。いや、やってるだけでありがたいと思ってよ、ほんと。ねえ、ほんとよ。手抜き配信なんていっぱいやってんじゃん、みんな。いや、これが手抜きじゃないわよ、全然。一大事よ、一大事。ねえ、この放送は。わかる？ねえ。でかいわよ。いや、ほんと。そう、でかい悩み相談よ、これは。でしょ？もう帰るよ、私は。皆さんもうそろそろ。いい帰っても。ね？そうそう。いや、でもね、少しは響いたかな。そうでしょ。モスコちゃんは何、一日に何件もこなしてるって。だモスコの名前出すなっつうのよ。ほんとじゃあ嫌がってんだかな、本人が。ね、嫌がってんだから出すなっつうのよ、名前を。ほんとね。いや、ほんとに、そうやめた方がいいよ、それ。名前嫌がってんだから、本人がね。タワクでね、名前出てるからやめてくださいって、もうリスナーさんにお願いしますっていう風に言ってんだから。ダメだよ、聞かないと、しっかりと。そう、しかもだってここでやってないし、ふわっちで。ねえ、ふわっちでやってないのにね、ほんと。いや、名前出すのやめた方がいいよ、ほんと。あ、NG にしようかな。そうだよね、なんかね。そうしようかな、もう名前めんどくさいし、もうずーっとね、バカみたいに。ねえ。なんかもうね、アホの一つ覚えみたいに、もうなんかずーっと書いてんのよ、ほんと。いや、ほんと。そう、でしょ、いや、ほんと毎回うんざりするわ、もうその名前ばっかりして。そう、1日1回出てくるよね、それね、ほんと。いや、ナナちゃんに出てくるよ、そのなんか発言が。ねえ、じゃあちょっと NG するよ、次からはね。だからもうやめてっていう風に言ってるってことは、こっちもそういう風な対応していかないといけないよね、それを知っちゃってる以上はね、私も。だ、本人が嫌だって言ってるのよ、やめてって。もう名前を出さないでって。ね、そうやめてくださいって。いや、お願いしますって言ってんだよ、もうね、切実にね。そう、私たちも、周りも対応しないとね、ほんと。そうな、こっちも対応するわ、じゃあ。ね、それがね、大切だと思うんだったらよ、だってね。そうちょっと皆さん、私帰るよ、もう乗っちゃうから、高速道路ね、今から。あ、びっくりした。何これ、暴走族？族？何あれ、族だよね、族。珍しい。何ここ、暴走族？いや、ほんと、また向こうに張ってくるね、これ。ほんと。じゃ、もう帰るっつうのよ、ほんと、しつこいね、ほんと。ねえ。どっか見に行けばいいじゃん、放送。他にもね、放送してるんだから。だって。ねえ。じゃあ、もみさん、終わるよ。そろそろ。6時間もしてた。もうだから、明日、話聞いてないでしょ。ねえ、話聞いてないでしょ。だから、
じゃあ稽古だっつってんでしょ、ほんとねえ。じゃあ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 、ええ、じゃあ稽古ねえ。じゃあ朝早いっつうのよ、だからでしょ。あちーちゃん、いや、どういたしまして。あ、ここ止めようね、車で。どういたしまして。そう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 、うんね、またね、ほんと。ちょっと待ってね、止まるかな車。うん、なんでなんかあれだろう、カーみたいなものがいいんだろう。カー、今ね、自分のね、車の中に今なんかカーみたいなものがね、いたのよ。カー、なんだろう、カー、カーっているの今、またカー、カーがいたの車の中今、みたいな、黒いなんか、飛んでるやつ。そうそう、カー、うそ、もうカーいるの。あ、また来てよかったな。うん、カーいっちゃカーよ、カー。うん、びっくりしたわ、カーがいて。そうそう、ご飯だけ、あのね、聞いてる話よ。ちょ、聞いてる話。そうそうそう、ねえ、稽古だっつう、稽古、ねえ、そうそう、朝から稽古、10時から16時まで稽古、ねえ、そうそう、わかる、それ終わってまたね、配信準備するんだから。寝れないんだよまた明日。そうなると、そうよ、そうそう、明日またね、夜からボイトレがあるのよ、ボイトレ。18時から19時ね。そうなのよ皆さん、だからもうね、休憩できないのよ明日も。やばいでしょこれね。とそっから配信またつけるかな。もう待って、ちょ車止めさせてもらうね、ここね、今少しだけ。はーい、到着。よいしょ。さあ帰るよ、帰るよ、とりあえずね。帰る、いや買わないってマックいらないっつう、いらない、もうご飯食べたもんさっき。はーい、かゆ、じゃあね皆さん、すんごい頭だねこれね、すんごい頭。はーい、お疲れ様、また明日ね。封鎖ありがとうございます。はーい、おやすみなさーい、お疲れ様でした。ありがとう。